ウンベルト・マヌエル・デ・ジェズス・コエリオは、ポルトガル・ポルト出身の元サッカー選手、指導者。主に SL、ベンフィカの選手として過ごした、現役時代、DF であるコエリオは、数年の間ポルトガル代表の最多出場記録を保持していた。国際 A マッチに60試合以上出場したが、主要国際大会でのプレー機会には恵まれなかった。 選手生活を終えた後は監督として活動し主に母国を含む代表チームを率いている。ポルトガルサッカー史上最も優秀なストッパーとして見なされるコエリオは18歳でリスボンに本拠地を置くベンフィカのトップチーム入りをする。22歳を迎える前にはすでにポルトガル一部リーグで100試合以上出場していた。 1968年10月27日、コエリョは3から0で勝利した 1970FIFA ワールドカップ予選のルーマニア戦でポルトガル代表デビューを果たした。以後15年間、彼は63のキャップ数を積み上げ6得点をマークする。1975年から2年間、コエリョはフランスのパリ・サンジェルマン FC でプレーする。 一年目は6得点という数字が示すように、彼は CB というポジションにもかかわらず持ち前の攻撃性を見せたがチームはリーグで14位に沈んだ。その後コエリョはベンフィカに復帰すると3度のリーグ優勝と4度のポルトガルカップ優勝に貢献した。1983年4月27日に行われた UEFA 欧州選手権1984。 予選のソ連戦がコエリオにとって最後の代表戦だった。ポルトガルはフランスでの本戦出場権利を獲得したが、負傷のために欠場を余儀なくされた。ベンフィカでの公式戦を約500試合出場した後、コエリオは選手生活にピリオドを打った。コエリオは SC ブラガトサル・ゲイロスで指導者としてスタートする。その50年以上のブランクを経て1997年に、 ポルトガル代表監督に就任すると2000年に開催されたユーロ2000でチームを4大会ぶりのベスト4に導いた。しかし大会後の契約更新はならなかった。同年の10月、モロッコ代表監督に就任したが、2002フィファ、ワールドカップの予選突破を果たせず解任された。2003年にフースヒディンクの公認として韓国代表監督に就任したが、 AFC アジアカップ2004予選で、格下のベトナムオマーンに、連敗、2006FIFA ワールドカップ予選のモルディブ戦で、スコアレスドローの失態を演じ、辞任に追い込まれた。その後サウジアラビアのあるシャバブリアドを短期間指導し、2008年に、チュニジア代表を率いることになったが、2009年11月18日に、行われた 2010FIFA ワールドカップ予選の、 モザンビーク戦で0-1で敗れたのを受けて監督を解任された。この敗戦は1998年大会から続いてた同国のワールドカップ連続出場記録を途切れさせるものであった。ありがとうございます。